その雲は水を飲みます。The spider. Spider. Drink. Water. The spider drinks water. はい、来た。その豚は水を飲みます。皆さんわかりますか？英語で。その豚は水を飲みます。The pig drinks water. Drinks water. はい。録音しましょう。声を出しましょう。He has a pig. はい、すごいね。すげえぞ、俺。ってことで、毎日アプリと YouTube で英会話続けてます。やっべえな、このままだったら英語、ペラペラになっちゃう。困っちゃうな。はい、今積み込み終わって近くのセブンイレブンまで来ました。じゃじゃーん。はい、鶏の照り焼き串で、これは普通の焼き鳥の桃ですね。今日贅沢しちゃいました。はい、ヨーグルトでかいやつ、これプレーンで味がないやつですね。それになんとこの果物フルーツミックスを投入します。もう二つ買っちゃいましたよ、これ。これぶち込んで、ヨーグルトに食いたいと思います。じゃあ、鶏の照り焼きいただきます。うん。うまっ。ああ、うまっ。皮がついてなかったらもっといいんですけどね。はい、じゃあ次。焼き鳥ですね。もも焼き鳥いただきます。うまっ。さあ、ヨーグルトいっちゃいますよ。これにフルーツミックスを入れます。もう一袋いっちゃいます。ああ、溢れる。やべ。はい、入りました。これは贅沢ですね。じゃあこれいただいちゃいます。溢れる、喜びが溢れちゃう。ああ、うまい。こんなでかいヨーグルトに果物2袋ぶち込んで食うなんて超贅沢ですよね。ヨーグルトってよく体にいいって言うけど、何がいいのかちょっと僕には分かんないんですけど、発酵食品だからかな。やっぱ超うまい。ごちそうです。なんかヨーグルトとかプリンとかって僕の小さい頃のイメージか分からないけど、ちょっと贅沢ですよね。なんか贅沢品食べてるなっていう、そんな気分になります。そんなことない？皆さんもそんなことないですかね。言ってる意味わかんないかな。はい、あと紹介したいのがこの飲み物で、セブンイレブンで売ってるゼロカロリードリンクなんですけど、これは超おすすめです。レタス3個分の食物繊維、ゼロカロリーファイバー。このレタス3個分の食物繊維っていうのがどれぐらいなのか僕にはさっぱりわからないんですけど、これゼロカロリーなんですよ。で、500入ってて炭酸で、しかも甘いんですよ。まあ人工甘味料なんですけど、これ美味しいんですよね。それでいてゼロカロリーで100円なんですよ。これ100円って激アツですよね。数あるコンビニの中でゼロカロリードリンクって色々出てるんですけど、僕はこれぶっちぎりでナンバーワンだと思います。ぜひおすすめなんで、一度セブンイレブン行ったらゼロカロリーファイバー飲んでみてください。美味しいです。ちなみにですけど、ファミリーマートのゼロカロリーシリーズなら、このサントリージンジャー&カフェイン、これが一番いいかな。僕はそう思います。まあ、どっちにしろこのセブンイレブンのゼロファイバー、これには勝てないです。これマジおすすめ。
はい、じゃあ今から筋トレやります。でこれ僕の助手席なんですけど、助手席に、これ衣類ですね、衣類の入った下にバッグがあって、その上のこのバッグは釣り道具ですね。東京湾とか行った時に仕事で待機になるとたまに釣りやるんで、シーバス狙いで、ラインとかルアーとかですね。でこれがダンベルですね。助手席の足元、ラッシングベルトの上に僕は置いております。でラッシングベルトの下にプレート、10キロ、5キロ、7.5 キロとかのプレートが置いてある感じです。これちょっともう擦れちゃって傷だらけになってますけど、そんな感じです。東京帰ってきちゃったんで、今日は外で筋トレやります。朝6時半ぐらいなんで、まだ人もそんないないんで、やっちゃいましょう。これ毛布ですね。平ボディの運転手なら結構持ってると思うんですけど、僕ウィングなんですけど10枚ぐらい積んでて、これをですね折りたたんでこうやっていくわけですよ。これがベンチシート代わりになるんですね。片手でやってるからうまくいかないけど、まあこういう感じで何枚かこう乗せてって、よしこれが何枚か重なった状態なんですけど、ベンチシートに変わるんですよね。これで、ダンベルプレスやってきます。バーベルもあるんですけど、バーベルベンチだと人の協力が必要になっちゃうんで、いつも僕はダンベルプレスやってます。外で筋トレめちゃくちゃ気持ちいいですね。最高。でも天気が悪いんで、これ晴れてたらもっといいんですけどね。ちなみに片方ダンベル 28.5 なんで、両方で57ですね。もうちょっと重いのやりたいんですけど、プレートの関係でこれがいっぱいいっぱいなんです。じゃあ次ダンベルカールやります。ダンベルカールは15キロからスタートして、きつくなってくると12キロに落としてやります。はい、じゃあ最後肩ちょろっとやって終わりしましょう。もういいでしょ、帰りましょう。今日は曇ってますけど外でやるから青空筋トレ最高です。じゃあ帰ります。バイバイ。イエー。